どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルのガズでございます。本日はですね、ちょっとお知らせ動画を皆さんにシェアさせていただこうかなと思います。はい、これです。ドン、ガズレレ大学。皆さん、このガズレレ大学ってご存知でしょうか？はい、これはですね、YouTube のメンバーシッププログラムというものを使った、もうまさに読んで字のごとくウクレレにね、特化したこの大学なんですよ。例えばリズムだとか、押さえづらいコードだとか、このあの曲のここのところのこのフレーズのところがうまくいかないっていうところをめちゃくちゃ深掘ったりとかしてやってるということで、毎週2回の生配信、生ライブで、皆さんとやり取りしながら進めていくんですけど、まあ、大体課題曲が設定されてて、その課題曲をめちゃくちゃ奥に深み深掘ってって、3回か4回ぐらいでも仕上げていく。で、終わったら次の曲、課題曲とかいう感じでこう流れていって、まあ、いつもの流れでいくと、最初にリズム練習をちょっともう、ずっとやってるんですよ。こう積み重ねで。リズム練習をして、課題曲をやって、その間ずっと皆さんの質問にこう答えていくという、そういうね、大体流れになっております。毎週2回なんでなかなかのボリュームなんですけど、ぜひ皆さんこれ、ガズレレ大学、入ってください。で、一応最初に言っときたいのが、本当に始めたばっかり初心者だとちょっとついてこれないかもしれないんで、8ビートのチャとか16ビートちょっと弾けるか弾けないかぐらいの方、以上の方はガズレレのね、そうだ、このいつもシェアしているね、初心者レッスンプログラムでやってもらった方がいいと思うんですけど。まあでもね、毎月ね、これ590円なんですよ。なので、ちょっと気になる方、1ヶ月だけでも試しに入っていただいて、ガズレレ大学どんなもんかっていうふうに、体感してもらえばいいかなと思うんですけど、それでもね、今日はね、どういう動画かというと、皆さんに体験入学をしていただこうと思ってます。はい。ガズレレ動画の生配信を、これからこの後、そのまま丸ごと、この後シェアしたいと思います。ひっつけときますからね。はい。で、ガズレレ大学、興味ある方はですね、今この YouTube をご覧になっているとき、パソコンで見てくださっている方は下にメンバーになるというボタンがあります。それを押していただくと、入ってこれるというシステムになっています。一応ガズレレのホームページでもここにね、リンク貼っとくんで、もしご興味ある方、ぜひぜひガズレレ大学待ってますよ。キャンパスライブですから、一緒に歩いていきましょう。はい。で、これからね、シェアしようと、もう体験入学の題材として選んだやつなんですけど、もう毎週2回やってるから、毎回もうめちゃくちゃいいこと言ってるんですよ。で、めちゃくちゃこれね、選ぶの大変っていうか、どの動画を今日体験入学に選ぼうかなと思ったんですけど、今回すごく面白い動画を見つけました。こんな感じで毎週2回やってますよということをね、皆さんちょっと実体験していただこうかなと思います。だいたい平日の水曜日の夜9時から45分間と、土曜日だな。土曜日の14時から、だいたい45分間というのを基本にやってて、たまにずれたりしますけど、それを毎週2回やってますからね、これはですね、月額590円で、なかなかこれ、濃厚に楽しんでいけるんじゃないかなと思います。もちろん生配信ですけど、後でアーカイブになって見れまして、今も85個ぐらいのね、アーカイブ動画が、もう過去にやったレッスン動画上がってますから、なんかちょっと時間あるとき、昔のレッスン動画見てもらうだけでもめちゃくちゃ面白いです。はい。今日はだからそのうちの1個シェアしたいと思います。ガズレレ大学。ぜひとも皆さん、ご検討の方よろしくお願いします。それではご覧になってください。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日もやっていきましょう。はい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 はいはい。ね、そうそう。ちょっとね、昨日かな。質問いただいたんで答えます。福洗いの練習をしてるんだって、いのちんさん。福洗いって、わかる？年齢の世界の幼稚園では、丁寧じゃなくて笑顔だと思うっていう曲があるんですけど、それを歌うときにキーが合わないってことですね。キーが高くて歌いにくい場合、半音下げチューニングしても大丈夫なんですけど、要はここのチューニング、ペグを回してチューニング下げちゃうのはいかがですかって聞かれてるんですよね。でソプラノコンサート、テナーサイズによっても、何音下げの良し悪しがあると違いがあるのでしょうかという、まず質問なんですけど、1音まで下げたら、ちょっと音はだいぶ、よくなくなる感じがするかなと思うんだけど、1音下げないとちょっと意味ないかもしれないですよね。うん、それか、カポで上げたらやっぱ合わなかったってことだよね、多分ね。ここの辺までカポになっちゃうってことは、下げないといけないからね。やっぱカポタストも5フレットまでぐらいだと思うので、僕も。だからやっぱりチューニング下げるとなったら、もちろんね、長い方がいいと思う、下げるにしても。
てあのコンサートさえソプラノよりコンサートの方が下げるにはいいかもしれないんだけど、やっぱキーの問題すごく大きいからね。そうなんですよ。そういうことで、まあ、やるだけやってみて自分の体験ですね。あの、どこまでいいですかっていうよりは、自分がどこまで許せるかっていうか、これはないわって思えばないし、なんとかいけるかなと思えばいけるんで、どん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 緩めてみて、自分の今のウクレレでね、別に緩めるにはもうお金もかかんない、今すぐできるから、どこまで緩めて自分がこう気持ちいいかっていう、その、あの、あれだと思うね。で、弦の素材も結構あるかもしれないんで、その辺に関しては僕もちょっと軽はずみなことは言えないなという感じがするんだけど、まあいろいろ試して、自分なりに試していただくしかないかなと思います。カポで対応できないんだったらやっぱ下げるしかない。うん。やっぱりカポを9フレットとかにはめたらもうコード押さえられないからね。そう、そこがね。はい。そんな感じなんですよ。ということで、もう一個質問来てたのは、ルパンの話だな。これはね、ちょっとやってる人には分かる会話なんですけどね。優しく抱きしめてのところをちょっと一応やると。ここが難しい。これすごい難しいフレーズなんだけど、これフレーズのことで。こうなんですよ。あのメロディーだけで弾くと。1弦の0、2弦の3、0、1弦の3、5、2弦の3、1弦の0、0、0、2弦の3、1、1、E7。これはね、ここのカメラがいいと思う。ああ、ここで例の。じゃあいいよ。ちょっとこれ分かる人だけはちょっと分かるやつなんだけど、ちょっと左手をね。いっぱい映ってるこっちに、はい、気にしないで、はい、ちょっと映ってる、こうか、ちょっと待って、まずね、Aマイナー人差し指、はい、もう一回。F にして、これ難しいフレーズなのよ。しかも早いからね。難しいじゃん。はい、ちょっと参考になればというふうに思います。これはね、カッティングなんだよね。もうちょっとしたらでも。ある程度カッティング練習してる人だったら、ゆっくりだったらできるかもしれないよ。ってな感じなんですよ。でもこれはね、ルパン三世はね、悶絶ですからね。そう。いずれ課題曲にしましょうか。いずれ。いずれ、これ難しいよね。はい。カポタストはギターので大丈夫ですか？ギターのでもいいし、ウクレレのでもいいし、前はちょっと前にカポタストの紹介したな、確かね。今月？先月にしたんじゃないかな。いろいろあるけど、もうあれもね、どれがいいよってことないのよね。僕はこれがいい。私はこれがいいみたいなのがあるから、やっぱりね、一概にどうこう言えるの言えないんだけど、カポはね、この間もちょっと紹介したけど、いろいろ出てるんです。で、これギター用。で、僕ギター用結構使いますね。これギター用でもいろいろあって、ただギター用って一概には言えないんですよ。形が違うの。ほら、こうやって挟んだ時に、このカポだとこっち側に何も出ないでしょ。これが結構僕は好き。はい。で、ギター用でも、こっち、例えばこのウクレレ用のカポは、こうやって挟んだら、こっちにこの棒が出るから、すごい押さえづらい。これ邪魔になっちゃうから、こう、上から押さえたりとか。だけど、慣れてくると、これ上からこうやって押さえちゃうんですよ、コード。そういう人もいたし、あと一番いいのはこれかなと思いますね。これこうやってやって、ここでこう、くる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 、こうやって。こうやってやると、ほら、こんなちっちゃくて、このくるくるで止めるやつがあるんだけど、これはね、ウクレレ用なんだけど、これはね、高いです。ダダリオっていうメーカーのやつなんで。だってこれの、難点は、こうくるくるするのめんどくさいんですよ、すごい。ワンタッチじゃないというふうに。
思いますんでね。まあ、カポもいろいろやってみて、もうとにかくもう試行錯誤しかない。で、これがいいですよって一個のものってやっぱなかなかないんですよ。人それぞれ。その人はこれがいい。その人はこれがいいっていうものがやっぱ多いんで、はい、そんな感じでございますね。はい。水曜日のカッティング練習しました。いいね、これでしょ？なんだっけ？ああいうの大丈夫でね。前回のやつ面白かった、あのカッティングの回はね、うんうん。はい。質問です。ルパンは右手メロディーの弦を意識して弾いてるんですか？意識してないかな。特に意識してない。全体をくまなく弾いてます。うん、そんなに意識してないけど、まあまあ。気持ち一弦二弦に注目してるかもしれないですね。はい。これ早いからね。まずこれ。このぐらいでゆっくりやるのがいいかなというふうに思いますと。まあ今みたいな質問全然大歓迎です。こういうの見てるだけでも結構面白くない？で、私もやってみようかなと思って、興味持って練習してみてもいいかもしれない。これルパンの、最新にやってるやつ、去年やったやつが多分あるんだけど、それは相当わかりやすくね、タブーで解説してるんで、なかなか面白いですよ。はい、やってみてくださいね。ということでございます。で、これ前回さ、ちょっとメトロノーム練習やってないから、ちょっと ね、うん、いつかやってください、いつか。はい。で、今日の流れは、メトロノーム練習して、まあ、タッチをまたちょっとやってから、入っていこうか。ラララララブソングにね。ラララララブソング2枚にまたいちゃってんだよな、これな。ラララララブソング練習した人います？さっきなんかしましたっけ？したっていう方いたね。これはね、なかなかね、ララブソングの G シャープ推しからのカッティングやばいでしょ。そうなんですよ。そうね、ここね。巡り会えた奇跡が涙の色を変えた。ここが難しい。あ、練習しました。聞きました。いいですね。まだです。まだ練習。いいよいいよ。今日はちょっと触りだけだからね。はい。じゃあ今日も始めていきましょうか。あ、今楽譜ダウンロード。そこのところ 0.7 万速。いいよいいよ。遅くやる。あ、そうだ。みんな知ってる YouTube の再生速度って変えられるんですよ。あのね、僕のガズレレ動画でその YouTube の再生速度を変えられるよっていう動画がありますから。ガズレレスペース再生速度とかやると多分ね、出てくる。そうするとめちゃくちゃ便利。キーが変わんないから。遅くなってもね。はい。1枚の楽譜しかできませんでした。あ、出て、え、本当？え、本当？ 1 枚の楽譜しかできません。あれかな？旧型バージョンかな？まだ変わってないのかな？あの最新だともしかしてちょっと確認しよう。あ、なるほど。ちょっと待ってね。一応ね、確認しよう。ガズクラブ。どれだっけ？これか。ちょっと待ってね。今一応確認。楽譜があるかどうか。ちょっと今確認中です。これな、あ、出てこなかった。あ、そう、ちょっと待って。確認します。すいませんね。どこだっけ？どこ行ったっけ？あれ、今俺どこ行った？これか。あれれれ？あれ？ないね、確かに。ちょっと待って。やってるよね。ちょっとお待ちを。あれ、本当ですね。ちょっと待ってね。これはちょっと、いつだっけ？最近だから、ちょっとまだ間に合ってないかもしれない。もうちょっと待ってて。あ、1枚だった。あ、でも中身はほぼ一緒なんですけど、やっぱりでもちょっと待ってもらった方がいいや。なかなかね、その、毎日毎日アップロードするんでね、楽譜のアップロード係も、すいません、大変なんですよ、なかなか。あ、それでも参考になるんだけど、そうか、1枚、そうか、1曲、みんなに無駄に使わしちゃったな、そうしたら。なるほどね。そうね。本に書いた方がいいかもしれない。赤本に入ってるからね。そうそうそう。それは失礼しました。ちょっとね、やっぱ最新曲はちょっと危ないんだね。
だから、その、こっちのちょっと都合で、スキャンして、それを、この、僕のノートの楽譜をデータ化するんだけど、その時にね、サイズを合わせたりとか、色を綺麗にしたりとか、デザイナーが一応間に入ってんですよね。なんで、すいませんね、本当に。だから、まあまあ、ちょっと今日は、だから、触る程度にしといて、ちょっと、まだ、今日見たらないみたいなんで、最新の楽譜が。まだの方はちょっと、すいません。なんかちょっとダウンロードしちゃった方は、ごめんなさい。なんか、でもそれでも全然基本的には同じなんですけどね。キーも一緒だし。それに書きく、でもちょっとね、前回のやつで最後ちっちゃくて見づらいからね。それはちょっと申し訳ないことをしたな。ようこそ、私も一枚だと。すいません。ちょっと、まあまあ、ひとまずちょっと YouTube で練習しといてください。はい、すいません。それはなるべく早く、多分週、でもね、週末だからね、今、週明けになっちゃうと思います。なかなかね、こっちの、なんか、僕の場合はもう日曜とかも全くなくて、バンバンやってるから、やっぱ、普通の、その作業をしてる方がね、やっぱ普通のこう、家庭を持って生活してる方だから、やっぱそれ無理も言えないんで、そこら辺はちょっと、許してちょ。はい。じゃあ、ちょっとこう、今日軽めにやろう。メトロノーム練習。今日は110ぐらいでいこうかな。乗りやすいやつで。はい。じゃあ、短めね、今日は。あれ、どこだっけ？あった。よし。はい。よし。じゃあ、行きましょう。これを一応やっといた方がいいからね。じゃあ、まず4つ弾きから行きます。ワン、ちょっと早めだ、今日。ワン、ツー、シーから。A7 Dm E7 Am で8ビート Dm7 FFmチャレ C E7 Am C7 Dm E7 Am欲しい、 A シャープ欲しい、 C に行きましょう。じゃあ C アルペジオでだんだん変えていきます。Dm でやるアルペジオ、ごめんなさい。 F C A7 じゃあガズペジオで C、 せーの、 Am Em7F F メジャー7 C メジャー7 A マイナー E7 F マイナー C D7あります。16ビートで F 早いかな。 C D7 G7 Em7 Am F
8のチャで Am いきましょう。3、はい、C、F、E7、Am、C7、D マイナー、 G7、 次は8ビートのチャで C いきます。3、はい、じゃあ次シンコペーションいこう。じゃあいくよ、2F で1、2、3、G7、F、C、G7、早すぎる。A マイナー。やめとこう。F、G7、A マイナー、 E マイナー7。じゃあ次は C で疾走ビート。
じゃん。早かったね。いや、でも、おかげで眠くなるのあったわ。なるほど。いや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 、どうでした？やっぱ16ビート絡みだとちょっと早いかな、みんなにとって。どう？聞き方変えて。まだ。そう、ハニーさんはここ叩くのをちょっと、一回これ普通にこうやって弾いてたのを叩くのに変えてみたんだけど、やっぱりこう戻してるっていうね、今いろいろやってるとこなんですよね。そんな感じなんだよね。よし。さあ。茶が定まんないね。茶が定まんないね。うん、そう、茶のね、ムラができちゃうんだよね。うん、ドラムってあるじゃないですか、こう叩く、ドラマーが叩くドラムね。あのスネアの音ってあるじゃないですか、ドン、パーン、ドンとパーンって、パーンっていう音って、うまいドラマーの人で、このパーンのこうスネアの音がですね、同じなんですよ。同じなの。それがプロの技で、それができないんですよね。普通の人がやると、ドン、パーン、ドン、ドン、ポーン、ドン、パーン、ドン、ドン、ポーンとか、そんな感じになっちゃうわけ。だからこれ、チャもできるだけ本当は同じような、あのムードの茶の方がまあまあいいんだけどね、いいんだけど、なかなかねそれが難しいんですよ。でもあんまり人すぎてもそれ機械でいいじゃんってなっちゃうからね、そういうのって音楽のね難しいところなんだよね。あら、ゆうこさんも茶が安定しませんだって。そう、本当は同じ音がするのがすごくいいんだよね。こういう練習がいいよ。茶の時だけさ手添えてもいいのかな。いいんじゃない。普通はこうやって弾いておいて、うん、あ、いいじゃん、まさに。いろいろこうやって試行錯誤が、今みたいにこの左手カッティングしといて茶の練習すごくいいと思いますよ、うん、この方が点が分かるから、うん、はい、バラバラになっちゃうか、結構そういう人多いんだら、ちょっとリズム練習してみようか。じゃあちょっともうちょっと遅くして100ぐらいだとどう。100ぐらいでねカッティングの時みたいに触れる触れるよ、どこでもいいからね。8ビートでやってみよう。せーの、さん、はい。16。はい。どう？こういう練習が結構効果的ですよ。この方が茶の音に自分自身もすごい集中できることない。で、コード弾いた途端に中でそのイメージが崩れるかもしれない。じゃあ C でいってやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。ミュートして、じゃあ。またこの F 弾きます。はい、ミュート。次 G7。C で、はい、ミュート、はい。何があってもこの茶が均等な方がまあまあ乗りやすいかなっていう感じだから、こうやって自分の茶を聞いてみるのは結構もしかしていいかもしれないね。どうだった今。よかった。よかった。よかったって。こういうの練習、これでやるとかっこよくない？いちいち。うん、でこっちの方が、そのストロークの安定してるかどうか分かるのよね。うん、コードでさ、ってやるより、粒がすごい分かるじゃん。で、もうガズの、必殺の、半分パフォーマンスですけど、これがいいんですよ、これが。すごくない？これ打楽器じゃない？もうほぼ、うん、なんかこうで叩いてんだよね、茶の時こうやってやってみると。うん、そうだね。やってみて。音はしない。音しないもんね。みんな音する？これで。確かに。
どこ落としてるの？だ指の先でパツンとこういう風にやってんだろうね。すごい落としない私。特に僕の場合アップですごいする。うん。はい。小杖さんカメラで見たいです。あ、これを？これをね、いいよ。小杖さんカメラじゃあちょっとまたお願いします。これほどいといたらいいんだな。うん、次からな、そうだね。じゃあまず前から。もうちょい。こっちがいいんじゃない？こういう感じが。せーの。爪伸びてないもんね。こういう音だよね。そうだね。これだね。すごいスナップだね、こうやって見る。うん、そうだね。こういう音なのかもしんない、みんなね。そう、私それ。そう、じゃあ、ハニーもちょっとこれで、結局、ハニーカメラで。何が裏返して、こういうとこにヒントがあるかもよ。そうね、違いがね。いくよ。いくよ。ちょっとまず頭がわかんない。ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱりそうだね。でもまあまあリズムがでもこれだと結構わかるね、やっぱり。パンがなんだもんね。うん、そうだね。やっぱ僕の方がムチみたいにしなってるような感じがやっぱあるんだな、うん、こういうこと。そういうイメージで。アップもさカツって上がってたじゃん、僕の場合。面白い。じゃあ今度ちょっと後ろからちょっと写してみる。それを意識しちゃうとさ、今度リズム。そうそうだね。今度こっちからちょっと撮って。こういうこと？あ、映んねえか、それ。やっぱここだ。こっちでやってみると。全然痛くない。指先だね。ここに。やっぱり指なのかな。ゆっくりゆっくり命にゆっくりやるの難しいよこれ。タンタカタカツタツタツタタカツ。なんでそれで音が鳴るか不思議。すごい鳴るよね、ほら。ちょっと待って。見てこれ。超でかいんだけど音が。ちょっとこのぐらいでさ。いいよいいよ。手首の回転でそう、スナップだね、やっぱり。でもいい感じ、ハニーも。指の曲げ伸ばしも確かに言える。あ、いい、なんか良くなってきたんじゃない、ちょっと。すごいじゃん、さとみさん指先意識したら音出ましただって。うん、なるほど。ダメだ。ダメかい？手首の惰性で動く指で指先では音ならない。そうか。なんだろう。難しい。レイさんももう少しスナップを。スナップをする。でも結構見た目はいいんだけどね。うん。うん、うん、あ、裏を意識するといいって。ダンダダタタツタツタのアップの時だね。ダンダタツ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 、なんかカサカサはなるけど、カサカサはなるけどコンコンとはならないね。なんでこんなこういうことでしょ。あ、まあ、ね、だからこんなイメージ。結構痛いよね。痛いかな、そんなにでもないと思うんだけど。結構痛い。ちょっとじゃあ、
もうちょい下か。爪と指先が同時に当たってんだよ。だから硬い音するんじゃない？ほら。あ、爪当たってんのか。爪も当たってんだよ、これ。アップの時。ほら、こういう風に。なるほど。要は本当にここの、ここの両方が同時にこう当たってるイメージ。なるほどね。爪と指先同時ですね、どうやら。でも僕が痛くないのは慣れてるからかもしれないよ。うん、痛いですよね。まずさ、その僕のさ、このガズ先生のやり、あのこのビートを聞いてると、まずリズムがすごい安定してるもんね。これ多分慣れないと相当難しいんじゃない？これパンパンで、これが結構効いてんじゃないかな。爪と同時となるんだって、うん、爪と同時か、なるほどね。そうそう、ちょっとあなたやってみて、ハニーさんやってみて。まあ爪の伸び具合にもよるけどね。おあ、なんか今日ヒントがあるかもしれないですよ、これ皆さん。指先痛いって、あんまり無理しないでよ、急にやって。なんか、なんか多分こういうところにきっと何かヒントがあるんじゃないかな。うん、さっきよりなんかいいような気がするけどね。そうだね。うん、はい。まあさ、ちょっといろいろやってみよう。そんなことなんですよ。しっかり梢カメラの有効活用。なるほど、これは難しい。アップをしかしたらいい感じだって。ってことは絶対指立てて弾いてるってこと。結構指立ててますよね、俺もね。ほら。ミカさんはガズさんの手元を見ながらやってたらできました、ね、あ、そうかもしれない。みどりさんの言う通り、僕ね、ほら見て、爪とさ指の長さが全く一緒じゃん。だ、爪がちょっと長い人は爪の方が当たっちゃうんじゃない？音が鳴るじゃん。じゃあ爪の音か、うん、なるほど。あ、ようこさん、音が変わったって書いてあるよ。指先打ちだけど、茶の時も指立ててる感じ。茶の時は、だから、茶の時はもう全部でバシッとこう、叩いちゃってる。でもね。この時、茶の時はもうほんとすごい、こういうイメージよ。なるほど、それをこっちでやってみると、サーコさんもさ、フサコさんもやっぱ爪がちょっと長いんじゃない？別に切らなくてもいいよ。なんか、はい、茶はね、そう、こっちでやるともう完全に叩いてるだけだよね。ちょっと意識してやってみたら、叩くの、パン、うん、そう、パン、パン、パン、ちょっとこっちに送られてみます。こっちのはね、音でかいからね。お、ミカさん、爪ないです。指先でも音が出ます。すごいじゃん。すごい。そう、結構茶の時にさ、俺も今びっくりしたけど、ただ叩いてるだけだった。だからこれ打楽器だね、完全に。これ、多分これパーカッションですよ。真正面から、こういうこと？骨で鳴ってるのすごいな。骨で鳴る、骨って、まあ俺も骨っちゃ骨だけどね。
はい。ちょっと一緒にこのぐらいゆっくりやってみます。せーの。じゃん、じゃじゃ、ばっちゃ。ずれたね。せーの、じゃん、じゃっち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 ゃ。チャの時はもうね、ピチャッと叩いちゃってるね。ここだと、こっちだと、まあ同じなんだね、やっぱり。こっちは立体だからさ、べちゃっと叩くイメージはなかったけど、ここ真っ平らだから、いざ真っ平らのところでやったら、ただこうバシッと叩いてる。ここら辺のイメージだ。全体っていうよりは、ここ。小杉さんの、あ、こういうことってこと？こういうこと？この角度ってどういうこと？私の角度で、まあ、どういうこと？そうしたら、だからガズさんは、こうやってやるってことね。あ、こういうこと？そう。今そうやってやってたの？あ、そっか、違うか、うん。本当じゃない。小杉さん、小杉さんの方から見たからだ。あなたから見てる俺だから、こういうふうに見たい。あ、またこれを見たいってことかな。そう、どうなんだろう。カメラで見たいってことかな。わからない。タンタカタカツタスタスタタカツタタンタカ。でもさ、吹くとこの音が入るならないっていうのが一弦になってるみたいな。ああ、そうそうそう、そうだと思うよ。ちゃんと弾いてるか。あとアクセントとかね。動いてるかどうかもね。そうするとちょっと聞いてて。やっぱこれが関係ありそうだよ。どうやら。この。はい、なんかすごいことになってきたね。でもこれ結構ヒントかも。もしかして自分でもこんなに音が出るんだなと思っちゃったもん。はい。あとやっぱりそのちゃん時にさ、立てるのは、普段立ててるのはいいんだけどさ、ちゃん時にこう入れてあげるまでがまたさ、そうね、そこがね、やっぱ遅くなっちゃうからつい平たくなっちゃうんだよね。そうね。あ、見て、ほら、ようこさんも弦のある方で言ったらすごい音が良くなったって。なるほど、ね。やったじゃん。効果あるよ、これ、多分。やって。あ、これがいいか？いつも弾いてるやつの。あ、なんかこう、パーンって感じね。確かに。あ、いいんじゃない？ほんと、ここで聴いてるとすごいわかる。なんか音が、張りがあるっていうかさ、スパーンという感じの。確かに。そう、あのね、力を入れてるってんじゃないんだけど、音が大きくなったような気がするね。なるほど。これ結構。新発見だった。音が大きくなったって。あ、ズバーンっていうか、そう。やっぱ僕がよく言うじゃん。瞬発力だって言うじゃん。スパーンとこう振り抜く、あの、勢いっていうかね、力じゃなくて、この速さっていうかね。キレがあるよな。いいじゃん。やったー、みんな今日すごい急成長だよ。あ、人差し指だけだとちょっとどうなんだろうな。あ、そっか。ちょっとじゃあ人差し指だけで。でもなるね。なんなのその音。痛そうだもん。痛くないよ全然。ほら人差し指でもできたよ。すごい。うん、でもやっぱ僕はこっちの方がやりやすいかな。はい、良くなった。いいじゃんいいじゃん。叩くってるのが難しく感じますね。そうね、叩くっつうかね、
なんか思ったよりここだった。僕ここで叩いてるかと思ったんだけど。どこだ、どこだった？だから本当はここで叩いてるんだけど、ここ原因があるから届かないからこっちで止めてる感じなのかもね。あ、うん。指先のスナップすごいでしょ。これね、これやっぱり。これがすごいよね、ほんと。で、まぁ、ちょっとマニアックな弾き方をちょっとやろうと思うけど、こういうのもあるんですよ。これ、ラスキアードって言うんだけどさ、こういうのも。まあいいや、これはちょっとまあいいや、それどころじゃないな。手首より指先のヒントがありそう。確かにそれあるかも。夢中やん。でもさっきの音は鳴るけど、ね。鳴ってきたよ。ね。これいいかもよみんな。ちょっと今日練習開始だぞこれは。はい。そう、これすごいでしょ。あ、じゃあいいんだ。親指の付け根当たってます。そう。こう、立って やるから、ここで、実は叩いて、茶の時ここなんだけど、弦があるから、こっちが先に弦に到達してるっていうイメージかな。茶ってやるときに、うん。うん、そうだね。やっぱ合わせ技なんだよ。だから、ギアをさ、まずここに1個目のギアがあるじゃん。ここがガズレレの場合動かさないけど、まずここが1個目のギア、この回転。そしてこれね、ね。これとこれだけでも結構すごいんだけど、あとここと、ここと、ここにもあるわけだ、関節が。だからものすごい、だから1、2、3、4個か5個ぐらいのギアが、入ってるわけだよね。じゃあちょっと、時間オーバーだけど、ちょっとだけ100で合わせてやろう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、うん、ちょっとなんかやってみて、うん、僕もこれ面白かったね、うん、ちょ全然やらなかった曲を、うん、まあいいやいいや、こういうのも大事よ、大事、はい、まあ、これがねガズレレ大学ということで、なんかね僕もこうやって学んでいく、素晴らしいですね。ちょっと研究してみて、あんまり指痛めるようなことはしないでよ、うん、あんまりやりすぎちゃダメよ、そういうの結構ね大事ですからね。はい、そんなわけでちょっとあれだ、楽譜がアップロードされたらコミュニティページのところでシェアしますわ。すいません、すいません。じゃあ、なんとなく、なんか今の練習しといてもらって。で、前回のこれも面白かったもんね。なんだっけ。これでも練習になるかもしれない。これも、タツ、タツ、タツ。なんでその音。タツ、タツ、タツ。タツ、タツ、タツ。これね、やっぱ8ビートでもかっこいいもんね。そうね。すごい音がする。これでもなんか普通に打楽器としても成立してるからね。はい、そんなことでございます。はい、豊かな週末を過ごしてください。じゃあガズピアノこれからもう一個動画あげるんで、はい、ガズピアノ見てみてね。はい、これもなかなか面白いですよ。はい、宣伝宣伝、チャンネル登録も忘れなく。まだねチャンネル登録100名もいってませんので、はいはい、そんなことで今日はじゃあこれなかなか面白い感じだった、うん、はい、やっぱりリズムだよ、リズム。極めていきましょう。ありがとうございます。じゃあ、さようなら。